今日の服は4部、今日は4部5部だったんですけど、4部はもう載せました、ツイッターに。今から、インスタにも載せます。ちょっとこれ本当は上着なんですけど、そう、髪の毛ももうオワッチングピーポー、ちょっと直そうかな、ここ全部出てきちゃってる。ニックさん、メロンパン、リンタロさん、ビギナーこんばんは、ありがとうございます。ヘイブンさん、ネコパン、レグルスさん、キューキュンキュン、マコトさん、ありがとう。アキララさん、キューキュンキュン、ありがとうございます。すごい溜めちゃった。デルファイさん、キューキュンキュン、ありがとうございます。アリスちゃん、メロンパン、タダシさん、ヤツバ、トシンさん、クマモモモモモ、ありがとう。クマちゃん、ありがとうございます。人生初の話し会6月です、楽しみにしてます。私も、ありがとうございます。バフさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは、今日はお話し会でした。今日は4部5部だったんですけど、4部の服装はもう載せたんですけど、5部はこの服装です。じゃーん、あと下がスカートです。です。あみちゃん、メロンパン、ありがとうございます。こんばんは、来てくださった皆さん、ありがとうございます。七色さん、かわいい、ひろさん、メロンパン、ありがとうございます。ちょっと髪の毛直したいな。私今月まだインスタライブできてないから、今日やりたいなとか思ったりとか。どう思いますか、今日この後インスタライブどうですか。一回この髪の毛を直す。リレンズさん、お疲れ。ひろたんさん、なんたば、七色さん、いいな、ありがとうございます。こんばんは、ちょっと迷ってる、危ね危ね、よいしょ。どう思いますか、あんまり。インスタライブ嬉しい。メタルさん、タコ、ありがとうございます。こんばんは、今日ぜひ。よいしょ、あ、待ってるよって、嬉しい。迷ったらやる、わかりました。じゃあ今日このショールームが終わったらインスタライブやろうと思います。ちょっとだけ、何時からにしよう、9時半、10時半ぐらいに終わって、確かにインスタ下の方も映る、確かに。あ、でも今スカート履いてないんだよな。履いた方がいいか、後で洗濯出しちゃったけど。どうしよう、何時からがいいかな。カズレンチョさん、キュンキュン、ありがとうございます。じゃあ今ヘア直しをします。テルンさん、フランスパン、ありがとうございます。明日はズボン履いてます。パジャマ、そうそうそう、あ、履いてない、めっちゃちゃん全部履いてないわけじゃないですよ。よいしょ、そう、洗濯の洗濯機に、これは洗濯用っていうカゴからネットに入れちゃった。また引っ張り出してたけど、引っ張り出すとまたポワポワになりそう。履いてます。で、ちょっと前髪もじゃあちょっとあれやってるけど、ケープしたけど、やばい、固まっちゃった。ストーリー上げなきゃ、やりまーすって、投稿もしよう。あんまり前髪うまくいかない。安心してください、本当に。
外巻き、ウエストレートで巻いてます。ここは外巻きです。で、このもみあげは内巻きです。こんな感じでなんかまあなんとなくセットしてます。ここもね、固めちゃったから難しいけど、ここは外巻き。たけるんさん、キュッキュッキュン、ありがとうございます。ヘブンさん、かわいい、ありがとうございます。じゃあ外巻きで、ここがもみあげが内巻き。チューって言ってる。そう、固めた後は結構難しいんですよね、固まっちゃってるから。まあこんな感じで、あとまあここも巻いてたけど、まあいっか、傷んじゃうからね、毛先よし、まあなんとなくこういう感じでやります。完成。よし、ちょっと始めた頃よりちょっとあれですね、雨だったからさ、全部ストレートになっちゃいました。ハヤピーさん、かわいい、ヒロくんキュンキュン、ありがとうございます。大人っぽい、ありがとうございます。やったぜ。こんばんは、巻くの上手、ありがとうございます。七色さん、似合う、ありがとうございます。結構ね、ストレートで巻くことが多いから。トシンさん、かわいい。リレンズさん、キュンキュン、ありがとうございます。はい、こんな感じです。ヘアセット完了手慣れてる、今日やったのでね。ではストーリーあげよう。今日はどうしようかな、何時からにしよう。9時半でしょ、10時半ぐらいに終わって、10時45分ぐらいにしとこうかな。からちょっとだけ。リレンジャーさん、キュー、ありがとうございます。初この配信楽しみ、嬉しい、ありがとうございます。9時半だから、まあ、10時半過ぎぐらいからって言えばいいかな。え、ちゃんと時間決めた方がいいかな。45分でいいや、45分にします。どうしよう、ゴロからにしようよ。って、ありがとうございます。どうしようかな、どうしよう、いっか、普通になんか写真にしようかなって思ったけど、あ、お弁、今日のお弁当でいいや今日のお弁当写真撮ったから。今日22時45分頃からインスタライブします。で、こうしてオレンジぐらいかな。よし、 OK。なんかニコちゃんないかな。ストーリーあげました。そう、細長いやつです。今日のお弁当はこちらです。ちょっとバタバタしてごめんなさい。22時45分頃からインスタライブします。ケンパチさん、キュンキュン、ありがとうございます。皆さんこんばんは、お話し会来てくださった皆さん、ありがとうございます。今日のあ、インスタもあげようかな。今日の4部の投稿をインスタにあげたいと思います。投稿しました。
投稿ナウ、投稿ナウです。こうしましたということで、この感じのお洋服でしたツイッターにも載せましたよ。なんか電波悪い？そんなことないか。これこういう感じのちょっと大人っぽい感じにしました。あと前髪を流してて、ストレートヘアにしました。イエーイ、ともだまさん欲しい、ありがとうございます。そう、お話し会結構私はああいう系も好きです。ああいう系の方が好きかもしれない。こういう系もの洋服も好きだけど、今日もまあかっこいい感じではあるまあお部屋だからちょっと上着着るのどうなんだろうっていうところはあるけど。あみちゃんメロンパン、サメちゃんメロンパン、ありがとうございます。あ、インスタライブ前に見るねってぜひよろしくお願いしますということでね、まあ昨日も全然お話できなかったから、まあ今日のお話し会のことも話しつつ、あのツアーのことも話したいなって思ってます。あ、カリポンさん久しぶりに来た、テスト前だけど頑張ってください。テスト、そう、インスタにはめちゃくちゃ写真いっぱい投稿したのでよかったら見てください。大人クール、今日はどっちも大人っぽかったと思う。なんか割とクール系のなんかストーリート系は、さ4部載せたやつで、こっちは割となんだろう、大人カジュアルっていうのかな系でした。トップスはこんな感じ、こんな感じで、なんかGジャンとかあんまり着ないかなと思って、Gジャンあんまなんだろう、上着で。お話し会ではあまりコートとかは着ないけど、自信はいいかなと思って着てみました。そう、ひろたんさんキュンキュン、ありがとうございます。このジージャンはすごくなんだろう、一目惚れで買いました。アンミールだったかな、アンミールです。可愛くて短いんですよこれ、だからこれここまでしかなくて、だからすごくあの何スカ何ワンピースとかに合わせやすいです。そう、アリスちゃんメロンパン、ありがとうございます。結構今日は大人っぽめで行きました。いかがでしょうあ、ツアー当選したんですけどって、嬉しい、ありがとうございます。あそこはイヤリングですね、ピアス穴開いてないので。お花かわいい、そうお花は、そう今日あのアクセサリーを全部忘れちゃって、あのお家にあのカバンに入れてたんですよ、アクセサリーごと、アクセサリー袋を入れてて、吉坊さんだるまー、ありがとう、だるま、竹野さんメロンパン、ありがとうございます。そうで、あ、じゃあネックレスだけつけてこうと思って、ネックレスをつけたらその袋ごと全部お家に忘れてっちゃって、ネックレスだけつけてるみたいになっちゃって、どうしようと思って、本当はリングとかもつけたかったんですけど、リングも忘れちゃったから、まあ、しょうがないとして、あのイヤリングはあの買いましたイヤリング買いました。うん、そうイヤリングは行く途中で買って、そうでもちょっとイヤリング買ってでもリングはお家にあるしなと思って、そうリングをちょっと諦めて、あと割とお家出るのがちょっと早かったので、そう同じ部のあのあんちゃんにあのゴールドのあのイヤリング持ってきてほしいってそうあんちゃんに借りました。そう買いましたそうそうそう、シルバーアクセで、この時のお洋服も返しちゃったんですけど、この時にもイヤリングしてました。本当はする予定のやつがあったんですけど、あんちゃんにも可愛いの借りれて、そう本当感謝。そうそうなんですパシリじゃないごめんって言って、でもなんか
あのあんちゃんもそういう時あったって言ってて、買ったって言ってたそうやっぱそうだよねって言って、そうシルバーも、そうシルバーも忘れ、シルバーしてるじゃんって言われて、そうシルバー買ったのって言って、そうでも結構その日は、その日、今日はなんか誰々貸してみたいな、キャータンとかもこれ使っていいかなとか言って、もう貸し借りが多かったですね。はやぴーさん、猫パンありがとうございます。結構エコラバ貸し借り多いです。キアラなんてあれですよ、あのアイロン誰か持ってきてるから持ってこないっていうそう、まあ頭いいのかって感じ、いいんだけどそうもうみんな持ってきてる前提で、そうずる賢いなんていうのわかんない、なんか嫌な意味になっちゃいそう、ずる賢いって言ったらそうで誰かコテ持ってるって言って、コテ誰も持ってなくて、あこれ誰々のだって言って、違うあの3部のメンバーのとか使ってたそうまあ結構これは自由ですねそう超自由だから、みんな貸してくれる感謝私はストレートアイロンで巻いちゃうんですけどね、巻きとかは、そうそれでお洋服に合うやつ、あお洋服どんな感じって言われたけど、あの全校で写真撮ってるのがなくて、ブラウン系であのジージャンみたいな感じで言ってて、了解とか言ってたけど、ピアスほとんどピアスだったって言われて、そうあの何ゴールドのあのイヤリング3種類ぐらいあの持ってきてくれて、選ばせてくれた、感謝マジ感謝、本当に感謝そうひろたんさんメロンパンありがとうございます、本当に助けられてるそうむしろでも自分が持ってったやつよりもあんちゃんの方がコーデに合ってたんじゃないかなって自分で思ってますブラックコーデのブーツはどこのだったっけな、でもどっかのお洋服屋さんで買ったやつだったと思ったけど、履き込んでる、そう同じのが欲しいんですけどなかなか見当たらなくて危ねそうりほちゃんメロンパンありがとうございます、本当に感謝、助け本当に、買い取ろうあんちゃんから買い取ろうはやばいそうまたね、もっといろいろいろんなイヤリング増やしていけたらいいなと思います。まあこういうミスがないと多分私イヤリング増えないからトワイスさん初見こんばんはありがとうございます。シルバーイヤリングなんて1個しか持ってなかったから、まあいい機会ということで、あここにあるわ、またあのブラックコーデの方はあれですね、あの着てやりますね、じゃん、かわいい、本当はもっと強い系女子になろうと思ってたんですけど、割とこのお花があることでなんか割と女性らしい方のかっこいい女性らしいっていう感じの方になったのでよかったんじゃないかなって思います。お花です、かわいいそういい感じひろたんさん花束、違うバラ、七色さんかわいいありがとうございますね、なんかいつものよりかはなんかいつもは割とボーイッシュ系のあの強い感じなんですけど、これは女性らしい感じでよかったんじゃないでしょうかたけるんさんかわいいありがとうございます、なんか割とこういう系、これはまあさすがになんかブラック違うシルバーじゃないけど、本当はゴールドまた違った雰囲気の大人の女性になれたんじゃないでしょうか今日は、そうじゃあ今日インスタグラム、インスタライブはあれでやりますね、
あのちゃんとイヤリングつけてやりますね。ちょっとあっちもうイヤリングボックスに戻しちゃったから。そう、キャリアウーマンスカート履いた方がいいかな。なんかはい、実はあのスカートじゃなくてあれワンピースを中に着てるんですよ。だから上着脱いだらすごくダサい感じになっちゃうんですね。そうだからちょっと動きにくいと思ってあのワンピース脱いだんですけど、そうほんあのね、これからツイッターに載せるやつはここにここが結構出てます前にカチューシャつけてワンピース、前にやった前に着たワンピースだったんですけど、てか全部フルコーデ多分見てないですもんね、誰も誰も見てないから。そう前に着てたワンピースを中に着てあのスカートっぽくしましたでもまあいい感じになってると思うので。あとそうこれ T シャツが本当はこれよりも長くてすごくダサいんですけど、これを折り曲げてあのやってました、着てましたそうまあこれショールームだけだったら見えないけど、インスタライブって結構見えるからね。着ようかな。 A さん初見、ビギナーありがとうございます。アミちゃんメロンパンありがとうございます。そうそうそういろ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 あります。そうでもこのねジージャン超可愛くて、去年買ったのかな、去年買ったんですけどやっと着れたと思ってあとこの抜いてる感、肩で肩抜いてる感が結構好きですそうインスタライブは縦画面だから特にね。そうなんです、明日学校だから抜けるね、頑張ってください。ファイティン、確かに明日月曜日ですもんね。そうそうなんですよ。その色かわいいね、ありがとうございます。あんまりねない色だから、しかもここがかわいいんですよ、これここがかわいいんです。インスタにまた載せますね、かわいいのですそう、あ、友達をイコラブ沼に連れてきました、ありがとうございます明日月曜日ですね、今日日曜なので明日からウェンディーズさんコラボです。黄金さんかわいい、ありがとうございます。後ろもかわいいんです。エレンドさんメロンパン、ありがとうございます。ということでね、今日来てくださった皆さんありがとうございました、お話し会。まあね、今日初めてあのアルバムのお話し会は初めてだったので、そうめちゃくちゃ久しぶりの方もたくさんだったんですけど、とても楽しかったし、ツアーに来てくださった方がね、あのよかったよって言ってくださったりとか、結構あの歌とかあのダンスとか褒めていただけてすごく嬉しかったです、ありがとうございます。そうね、次は埼玉ですね。あとどこどこ当たったよって方も結構いらっしゃって楽しみにしてます。あの埼玉と愛知、埼玉も行くよとか愛知行くよって方も多かったから嬉しかったです、ありがとうございます。久しぶりの久しぶりで緊張しましたって、ありがとうございます、来てくださって。そうあ、ライブの次の日に感想言えて嬉しかったですって、よかったね。結構私も記憶に新しいというか、だいぶ経ってからじゃないのでよかったです皆さんからのなんだろう感想もすぐ聞けて、ひろわたさん猫パンありがとうございます、楽しみにしてます。まだまだ皆さんツアーどうでしたか。昨日は結構あまりちょっとしかできなかったから、そうツアーどうでしたか、福岡、福岡公演いかがでしたでしょうか私はすごく楽しかったし、あの客席がこうね、あの後ろに行けば行くほど上に上がってたので
すごく見やすかったですそう、配信で見てくださった皆さんもありがとうございます。結構ショコラの方たくさん見えて嬉しかったですねそう、いっぱい黄色とオレンジ見つけたし、黄色だけの方もうちわとか、うちわショコってやつだったりとか、タオル持ってくださったりとかしてて嬉しかったです。ありがとうございます。なんか昨日だったんだって思いましたライブが、ツアーが、私昨日福岡にいたんだっていう気持ちですね。そう、メンバーと話してた、え、昨日ツアーだったんだよねって言ってそう、ポールさんキュンキュンありがとうございます。すごく楽しかったです。あとジャンプが良かったって言ってくださる方もたくさんいて嬉しかったですね。そう、日帰りでした。うん、福岡ね、お昼はうまかっちゃん、うまかっちゃんはまだ食べてないです。朝鶏スープを食べました。ポールさんキュンキュンキュンありがとうございます。そう、被害、お土産だけ、福岡はお土産と、まあ差し入れでいただいたうまかっちゃんとかをこれから食べるのを楽しみにしてますそう、昨日配信してくれてありがとうね。そう、あ、意外とあとちょっとできるわと思ってちょっとだけ配信しました。そうそう、できないかなとか思ってたけどできました、なんとかあ、そう、うまかんちゃんをソロッチにしてる方、してくださる方が何人かいらっしゃって嬉しかったです。うまかっちゃん、そう、嬉しみでした。あ、あと今日私も結構マイカさんがツイートしてたんですけど、フリートかな、なんか画面が暗くなっちゃったみたいな方もいらっしゃって、画面私からは見えてるけど画面見えてないって、真っ黒になっちゃってるって方もいらっしゃったので、何問い合わせしていただけたら、もしかしたら振り替えとかができるかもしれないので、そう、なんかなんだろう、なんかあ、なんかあったら皆さんぜひ問い合わせしてみてください。ハセちゃん、メロンパン、ありがとうございます。そう、うん、ね、ラグすごいね、ラグすごい時めっちゃありました。すごい時っていうか、すごい型なのかな、わかんないけど、うん、あ、フォーチュンさんに問い合わせしたら丁寧に対応してくれます。お、よかったよかったらね、ちょっと真っ暗になっちゃったよとか、全然なんだろう、声聞こえなかったよとか、まあ、声聞こえない方も実際前にいたし、前にサイン会の時かな、そう、声、私の声聞こえないって何人かの方が言ってくださって、あ、聞こえてないんだっていうことが分かったので、そう、もしそういう方がいらっしゃったら問い合わせしてくださいですね。おにいまんさん、タコありがとうございます。配信って、ツアーの配信ってどれぐらいの方が見てくださってるんだろう。あ、サイン会のおとなしの時はおかげさまで振り返りになりました。お、そうだったのですね。そう、その後 4人ぐらい過ぎてからなんかすごいみんな、なんか会話全然できないなって思って。したらマイクが反応してなかったみたいな感じ。あ、突電パットのところ教えてもらって、そう、突電パートのところが花ちゃんと目合わせてる
目合わせてるんですよそう、ライブでも MV でもそうなんですけど、なっぺさん、猫パン、ハセちゃん、猫パン、ありがとうございます。あれ、みんなこう、なんだろう、突然パートを現れたからこう、みんな手を手を上げてくれるんですけど、それでこう通ってるみたいな感じ、そこのこのなんていうの、花道を通ってるみたいな感じにしてるので、そう、突然パートって感じで歌ってます。ただライブの時とかは、とか配信がある時はカメラの方も見なきゃいけなくって、全員とは目合わせてないんです、なかったりとかするんですけど、一発目の花ちゃんと目合ってますほぼ毎回。仕事は終わる時間だ、今日も燃え尽きた。谷川さん、キュンキュン、ありがとうございます。そうお疲れクロックマン、本当にお疲れクロックマンお疲れ様って、花ちゃんだけだと思った。でも花ちゃん、基本的には花ちゃんだけかなそう、みんな正面向いてたりとか、まあでも目合うじゃん。ガプーガプー、突然パート現れたから、感情のパレット君でいっぱいで、春の風はそう強くね吹きつけ、気持ち乱す目があった時、どう思ったの、いつものカクテイと急に変わった気がした。タンタランタンタン、ある日花が咲きました、花の咲かない街でした。金子さん、違う赤猫さん、亀、ありがとうございます。ポールさん、音符ありがとうございます。解決しました、ありがとう。ちょっと途中でね、なんか結構話し会も、あの、私も全然、あの、何、いつ気づいたら終わってるみたいなこともよくあるから、あの、皆さんごめんなさいって感じですね。話してる途中に私が結構話に夢中になっちゃってたりとかしたりすると、もう途中で終わってるみたいな終わってるのに一人でめっちゃくっちゃべってる時もありますけどねそれと恥ずかしくなる。サビアンさん、うま、ありがとうございます。そう間違えちゃった、ああ、なくしちゃった。赤猫さん、ありがとうございます友野さん、キュンキュン、ありがとうございます。そう、あ、そう、あ、行っちゃったってなっちゃう、一人でそう、話し会ありがとう、こちらこそありがとうございます。そうだからね、本当にあの、なんていうの、話してる途中だったりした方はごめんなさい、本当にありがとうっていう時もあるし、逆に皆さんがあの話してる途中で切れちゃう時とかもあったりするんですけど、難しいですよね、お話し会ってそう、でもその時間内で一緒に楽しめたらなと思います。平畑さん、ロンパン、ありがとうございますそう、バイバイ言えないこと多い途中でね、なんか話に夢中になっちゃうとね、いつ終わってたかわかんない、どこで切れたんだろうと思って思っちゃうね。メンバーは慣れてください慣れない。なんか一人一人みんな同じ秒数とかだったらまだあれなんですけど、みんな違う秒数だったりすると思うから、枚数、剣の枚数が違うから、そう、だから感覚とかじゃないんですよね、だいたいこれぐらいかなとかじゃないからそう、やばい、もう終わっちゃうみたいなことが多かったりする。ひろおとさん、キュンキュン、ありがとうございます。そう、でもね、できるだけいっぱいお話ししたいですね、うん、口の色がなくなってきた。今日のリップはこちら、すごい汚れちゃってる、なんで、 B アイドルの
ツヤプルリップわがままプラムをちょっとだけ塗りました基本的にはいつもの赤塗ってたんですけど、こうプルってしてます。そう、赤猫さんトーストありがとうございます。そうなのです。ちょっと大人っぽいカラーにしてみました。大人っぽいカラーあ、香りが好きです。お、今日同じのしてた？オソロッチじゃないですか。大人、今日このあともうすぐもうちょっとしたらあのこの洋服の写真も載せようかなって思ってるんですけど、山るなさんピーナー来ました、ありがとうございます。こんばんは。よしぼうさんかわいい、ありがとうございます。そう、この洋服載せようと思うんですけど、なんかいつもと写真違うなーって、光の感じかなーと思ったらフィルターが違ったから、ちょっといつもと違うフィルターなんですけど、よかったらチェックしてみてください結構オレンジ系のフィルターかかってた。いつもはオリジナルっていうか普通の色なんですけど、そう、なんか違うなーって思ったら変わってたサメちゃんキュンキュンありがとうございます。え、嬉しい、お洋服タイプだから乗っけてくれるの嬉しいって、嬉しい、お洋服タイプなんて言ってもらえて。結構私はいろいろな系統を着るので、そう、いろいろなんだろう、合う自分と同じタイプなの見つけてもらえたら嬉しいです。平和さんキュンキュンありがとうございます。しみふかし10時ぐらいになったら投稿しようと思います。プリスちゃんメロンパンありがとうございます。ヘアレンジの大ファン、今日途中あの始めてすぐ髪の毛ちょっとヘアレンジっていうか巻いてましただいぶ落ちちゃってたから。うそしおぽちさんキューキューキューありがとうございます。あ、そうだ、あの、そう、インスタグラムのあのインスタライブ TGTV IGTV みたいな、このインスタライブのここがあのすごい、あの今日の朝かな、これが2000回再生いきましたっていうのが通知できてて、そう、すごい嬉しいです。今でも見てくださってる方いて嬉しいです。ぜひいっぱい見てください、よろしくお願いします。こちらチェックしてみてください。赤猫さん猫パンありがとうございます。毎日はショールームやってないんですけど、ほぼ毎日です。今日で10何日連続かな、あ、10も行ってないかちょっと何日か連続かでやってます。たまにやってないですって感じかな。の方、グドウダマさん、初見楽しみましょうか、ありがとうございましょうか、ありがとうございます。ちーさんメロンパン、ケトゥさんメロンパンありがとうございます。ね、気づかない間にそう、気づかない間にな出てたね、きっと。今日のインスタはめちゃくちゃ写真を載せたので、もう10枚載せたので見てほしいです。なんかどれ載せるか迷った結果10枚になりましたキライさん初見こんばんは、ありがとうございます。サナツンが昨日毎日配信途切れたと今日言っていた。え、サナツンは何日連続だったんですか割とかっこいい系の感じです。
そうだからいっぱい撮りすぎると悩みます、写真だからあんまり撮らないようにしてます。そう、あ、全部保存ありがとうございます。そうめっちゃ悩んだ、悩んでここまで絞ったんですけど、またこのお洋服の投稿はするかもしれないですね、もしかしたら。ハヒョンさん、初見こんばんは、ありがとうございます。また迷ったら載せます。だからそこはインスタグラムのいいところですよね。今までだったらツイッター4枚しか載せれなくて、どうしよう、また同じような投稿になっちゃうところを10枚一気に載せれるから、14枚載せれるんですよインスタは。ツイッターはね、4枚4枚って、2投稿同じようなのしてもね、8枚なのに14枚載せれるんですよ。イエイ。あんまりって何枚ぐらい、500枚、いやでもどうだろう、もう消しちゃってるからだいぶ使わないの。でもこのお洋服でなんか取っといてるやつがだいたい43枚ですね。43枚でこっちの黒の方も取っといてるやつで44枚ぐらいだから、100枚ぐらい取ってって感じかな。今までだったら本当に200ぐらい取ってたと思うんですけど、まああとはお洋服によってとかもあると思うんですけど、そう、その中からこの400、あ間違えた、44枚の中から14枚載せました。またねこれからインスタとかツイッターとかにも載せます。まあ同じ写真になっちゃう時もあると思うんですけど、それは私がお気に入りって思っていただけたら嬉しいです。うたなさん、メロンパンありがとうございます。ハセちゃんキュンキュンありがとうございます。厳しい世界だね。カメラロールはめちゃくちゃありますよ。こんな感じでいっぱい、これが全部一旦整理したやつです。こんな感じで、そうとかこっちだとこんな感じいっぱいいっぱいです。なんかもうまあちょっとのこの角度だけだとどっちかに絞っちゃいます。結局まあインスタだったらどっちも載せてるかもしれないけど。スカイさん、メロンパン、ハシちゃんキュンキュンありがとうございます。100枚は載せれないんですよ残念ながら。だけど またツイッターとかにも載せようと思います。だけどちょっとインスタはいっぱい今日は載せました。お気に入りです。そうなのです。パッと見区別つかなそう。いや意外とですよ。こっからだとほら手やって手なくて、これ手なくて横向いてる、前向いてる、手逆手があって、この首の角度が違って、より今度よりで胸元で逆手、口元ちょっとずらした横、これが流し目、流し目じゃない、今度こう耳かけの反らし目、逆の手、しゃがみみたいな、意外と違うんですよ。だから迷うんですよ。だから迷っちゃいます。全部違うから、似てればまあどっちかでいっかみたいな感じになるんですけど、そうちょっとずれてたりするとうわどっちがいいかなってなります。そうそうなんですよ。どれぐらい時間、私はでも本当私は割とすぐかもしれない。イコラブの中だったら早い方だと思う、写真の枚数的には。ともなまさんありがとう。おじじんさん、ハートのリースありがとうございます。そう
どれぐらいだろう、1、2分だと思います。多分なんか納得いかなかったらもっと取っちゃうかもしれないけど、だいたい、あ、オッケーオッケーオッケー、次こっち、より引き座るって、すぐすぐ、はいはいはいって感じです。あ、この服はね、今日サナツンが取ってくれました。ツンちゃん、ツンちゃんが今までは結構リサだったんですけど、リサとなんか4分、リサと4部5部だったのかなとかで、集合時間よりも早く集合して2人して集合して撮ってたりとかしてたんですけど、それができないから、そう、つんちゃんが3部で終わってすぐ帰っ、楽屋戻ってきたから撮ってって頼んで、そう、納得いかない時もあります。納得いかない時は割と、まあ、1枚、まあいいか、まあこれでいいかっていうのをができるまでは撮るかもしれないか、一旦違う、一回一旦寄りとか撮ってみて最後また引いてみたりとかします。ヘイブンさん、尊いハゼちゃん、焼きそばパン、ありがとうございます。そう、今日はキャーターの写真を撮った、私は。そう、キャタの写真を撮りました。だね、最後帰りっていうか5部が終わってから。マイカが撮ってくれることは、撮ってもらったことはあるけど、そんなにいないかもしれない。1部からね、5部あるメンバーは割とバタバタしてる気がするか、っていうか同じ部か、もう部が終わったメンバーとかに頼んじゃうかな。そう、今日はさなつん部終わってから撮ってもらったから、次の用意とかがなかったからね。そう、あ、しょこちゃんの写真を撮ったのはさなつんです。そうなんですよ。私の写真、私は始まる前に写真撮ったんですけど、キャタン準備してたから終わったさなつに撮ってって。です。ヘブンさん、尊い、ありがとうございます。みんな写真撮るのうまいよね。割となんか、まあそうですね、相性とかもあるし、あとはなんだろう、大体もう、もう何回も撮ってきてるから大体分かってます。特にそのリサと撮り合うのが多いのはリサと撮り方が一緒だから。ちょっとここを開けてとか、ちょっと下目からちょっと上目からっていうのが大体一緒なので、リサとは、だから多分撮りやすいんだと。お気に入りのポーズ、ピース。写真撮るとき普通に撮るにはピースかな。だけどなんかあんまりお話し会とかではピースしないかな。普通に記念写真だったらピースしよう。そう。だいたいね、ここら辺が漏れるっていうの大体分かってるから、みんなもうちょっと下でとか上でとか、もうちょっと下から撮ってとか全然します。ヘイブンさん、尊い、ありがとうございます。だからとか、上からの人だっけ下からの人だっけとか。それぞれです。しょこちゃん、ショールームでよくダブルピースしてるじゃん。ダブルピース、あ、今日マイカと廊下ですれ違った時に普通に無言ですれ違って、お互いに真顔でピースし合ってた。なんかそのお気に入りのカメラアプリ、最近は B612 です。 B612 です。
ですね。ユーライクのメンバーもいます。どういう関係わかんないけど、なんかピース通り過ぎるとき。さとしさん、初見こんばんは、ありがとうございます。謎のね。私もそれやってもらっていいですか、面白い。真顔っていうかなんかこうじゃないけど普通に歩いてあみたいな感じです。あ、昨日イコラボ初参戦しました、ありがとうございます。また福岡行きます、ありがとうございます、嬉しい。そう、ふざけ合ってますとか今日のお弁当はとか話してたりしますね。そう、毎回おしまししてたからね。テルファイさん、キュン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 、ありがとうございます。いきなりルービックキューブはそう、やばい、こうやってなりますよ。あ、昨日の三つ編み可愛かった、ありがとうございます。そう、今日この髪型してたら昨日も三つ編み可愛かったよって言ってくださる方多くて嬉しかったです。なちさん、猫パン、ありがとうございます。しょこちゃん、推し弁当は崎陽軒、もちろん。そう、あの飛行機の中で崎陽軒食べました。お腹空いちゃって、そう、空港で崎陽軒を買って飛行機の中で崎陽軒を食べました。そうなんです、パパパパパって食べましたね。だいたい食べ方があるから私。いつもの、あ、行きです。やっぱ好きなんですよね。あかりさん、初見楽しみましょうこ、ありがとうございます。そうなんです、私はもう飛行機に行くとな、飛行機でどっか行くってなったら携帯の、あ、 YouTube をダウンロードしといて、オンライン保存しといて、飛行機の中で YouTube を見てます。で、大体寝る時になったら寝るってなります。帰りは一睡もしてない気がする。あ、したかな、いや、してないと思うな。オレンジ似合う歌、ありがとうございます。赤猫さん、メロンパン、ありがとうございます。そう、え、固まった、止まりました、大丈夫ですか。飛行機移動は楽しかった。行きはちょっとあんちゃん、隣があんちゃんだったからちょっとあんちゃんと話してて、帰りはゆりさんと隣だったんですけど、ゆりさんすぐ寝てたから私はずっと YouTube 見てました。ヘブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。動いてる、よかった。治りましてよかった。帰りの新幹線はずっと写真の整理してました。でも結構イコラブはなんかイコラブの LINE、 イコラブメンバーだけの LINE があるんですけど、そこでこの前とかはめっちゃ写真送り合ってた。それぞれのメンバーのあのなんか面白写真みたいなっていうアルバムがあるんですよ。なんかなんだっけ、すごい、ね、面白い画像フォルダみたいなのがあって、そう、それにメンバーで入れていくんですけど、それをこの前新幹線の中で LINE をメンバーでグループで LINE してて笑った。あれ、あ、元気が出るフォルダっていうのがあります。元気が出るフォルダっていうフォルダがあって、そこを見るともうめっちゃ面白い写真ばっかり入ってるから元気が出るよっていう写真ですね。面白い、見せれないけど。全員やってたね、私も入れたし、そう、みんな入れてた、全員入れてたね。そう、笑ってるみんなで。いや、ダメですよ。あ、でももう載ってる写真とかネタでメンバーが載せてる写真とかもあったりするけど、
基本載せれないような写真ばっかりです。デルファイさんメロンパンありがとうございます。そう本当に、しかもなんかもうメンバーのそのグループのトップ画がもう自己画じゃないけどすごい見たら元気になる写真なので面白いです。それがだいぶ前からそれだから本当面白い。2年3年ぐらい前からそれたぶんあの3月のパノラマの事故とかは入ってます。でもすっごい昔の写真とかも入ってる。パノラマ写真とかやばい、一人で笑っちゃう、どうしよう。半目の写真とかこう撮ってて、サナツンもこれ載せてたやつとか、これとかこれのすごい顔が潰れてるやつとか、あとはもう本当にプライベートな写真ばっかり面白い、懐かしい懐かしすぎる面白い。トラッシュさん、フルーツサンド、友玉さん、メロンパンありがとうございます。あ、半目で寝てる写真とかも入ってると思います面白いダメダメ、今見たらダメ、笑っちゃうあ、エッフェル塔じゃなくてあれはあのオーダーリンの時に富士急で撮ったあのエッフェル塔の富士急にあるエッフェル塔の前で撮ったサナツですね、パノラマで電車の中で見ちゃダメです。何枚あるの、めっちゃある、184です。しょこちゃんだけ元気出さないでください面白いですね、元気が出るフォルダはもう本当にメンバーがメンバーのこと大好きすぎてって感じですねそうめっちゃありますよ明日テスト頑張ってください。隣の家さんファイティン、頑張ってください。元気がなくなった時に見たいと思いますいつか公開できる時あるんじゃないですかね本当に全員入れてたね、全員、だって誰々も投稿してたでしょ、誰々もあげてたもんね、うわ全員じゃんみたいな感じでした新幹線の中で何してんだ仲いいか。マリアさん、星ありがとうございます。そうあ、明日しょこちゃんのコースター弾けるように頑張る、ウェンディーズ行ってみてください、いつかいつか分かんないけどいつか元気ないんですか、じゃあまたお話し会に来てください仲良し小良しです本当に。メンバーでめっちゃ笑ってる何回見ても笑っちゃう、あのフォルダはね面白すぎ。明日からね、そうウェンディーズコラボさせていただきます。え、またあと15分ぐらいで終わります。という間だ、仲いいところ本当大好き、嬉しい、ありがとうございます。ハゼちゃんキュンキュンありがとうございます。マジで遠征しないとない、ウェンディーズ遠征、あリップ落としちゃった、あ明日の夜に行く予定、いいですね。私は
ファーストキッチンとウェンディーズがちょっと違うと思うんですけど、私はウェンディーズバーガーが好きです。よかったらこれ美味しかったよっていうのあったら教えてください。ファーストキッチン、ウェンディーズバーガー、ウェンディーズはウェンディーズバーガーが美味しかったです。ファーストキッチンはウェンディーズバーガーがあるかないかわかんないですけど、おすすめあったら教えてください。チョコちゃんも行きたいですね。お、明日ファーストキッチン楽しみに頑張ります。お、ファイティン。ヘイブンさん、キュッキュン、ありがとうございます。ほうじ茶レモネードが好き？飲んでみたいですね。おいしょ。明日からイクラブの本の方たちがいっぱい行ってくださると嬉しいですね。行けるときにぜひ行ってください。友玉さん星ありがとうございます。しょこちゃん引いたら褒めてね。もうガンガン褒めします。嬉しい。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。明日からコラボなのでぜひぜひともぜひとも滝脇を引いてみてください。あとレアが、レアスペシャル、シークレットか、シークレットがだ何が気になります。ゆめちゃん星ありがとうございます。あ、ツアー福岡行ったよって、ありがとうございます。福岡どうでしたか。まあね、他のね公演もあるから全部ネタバレみたいなのはできないんですけど、楽しみにしててください。お話し会でも行くからそれまでは配信も見ないって言ってくる言う方もいて、そうだからね、そういう方もいるので、あんまりネタバレはしないようにしたいですね。ヘイブンさん、キュンキュン、とっちゃん星ありがとうございます。福岡楽しかった、よかった、ありがとうございます。嬉しい。ゆうさん、初見、チョコちゃんすごいスタイル良かった、嬉しい、ありがとうございます。やった。パキワキ、パキワキはどうですか。元気です。はい、元気です。下お水あげようと。これから結構雨続きますよね。ピエンだな、植物たちが太陽を求めている。人生じいちゃん、ありがとうございます。そうですね、結構横浜応募するって方もいらっしゃったので、もう皆さん当たりますようにって感じですね。次埼玉ですね。埼玉一日飛んで愛知です。そうアキラも元気が出るフォルダ見たのか、面白い。アキラー、アキラー、今のアキラはよいしょ、こんな感じです。これがまた開くと思います。パーってで、またここから生えてきます。多分見えてるかな。うちの子もほら、もう元気です、元気いっぱいで、横からも生えてきますね。これはイエイ、どうですか。あきらです。よいしょ、元気いっぱいです。多分、多分元気いっぱいです。成長期、シソがなんか今年は不安ですね、うん、
もう蚊が飛んでるんですか。すごい嫌ですね。すごい嫌だ。タキラもう寝ました。寝るとかあんのか分かんないけど。蚊飛んでるの嫌ですね。大型だから刺されちゃうんですよ。キャンさんメロンパン、ポールさんメロンパン、ありがとうございます。ブラックオーデめっちゃ好き、嬉しい、ありがとうございます。ゆめちゃん欲しい、ハセちゃん欲しい、ありがとうございます。植物好きです。大型、田舎だとかは2月ぐらいから飛んでます。それはやばい。大型は割と刺されやすいです。大型の次が A 型が刺されやすいらしいです。気をつけてください。カイトさん星ありがとうございます。そう、大型ピエン。AB だけどめっちゃ刺される。 AB はあんまり刺されないって言うんですけどね。やだねー。指刺された、最悪だ。どこ刺されても嫌だけど、どこ刺されても痒いからね。血吸うのはいいけど、なんか痒いやつを入れないでほしいよね。お願いだから。になっちゃった。1キロ1メートル。そう、あ、わかるって嬉しい。嬉しみ。そう、無料であげるから。それヘイブンさんキュンキュンありがとうございます。あ、プーンって音も嫌いです。ヘイブンさんキュンキュンキュンありがとうございます。町岡さんメロンパンありがとうございます。大型おそろっちですか。イエイ、大型でーす。お、大型わかる。夏好き。私も夏好きです。虫とかは本当に嫌だけど夏が好き。夏は大好きです。わ、寝てる時は嫌ですね本当に。蚊は好きじゃない。普通にカブトムシとかが飛んでる分にはいいんですけど、飛んでる虫が普通にいる分にはいいんですけど、あの、近寄らないでいただいて。夏何したい。スイカが食べたい。スイカをこう振って食べたいです。カブトムシはあんま飛んでるとこ見たことないですね。セミもあんま好きじゃないけどね。ミン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 やってるから。そしたら写真あげてほしい。去年はできました、ボムさんの撮影で。虫にも剥がしタフつけようって面白い。もうずっとずっと剥がしになっていただいて。スイカがなんか夏感がすごい。夏だーって感じじゃないですか。虫コナーズ、そうですね、虫コナーズぶら下げとかなきゃ。好きなフルーツ、パイナップルが好きです。あと最近はリンゴも好きです。いや、フルーツ何でも基本好きですね。スイカ割りはしたことあります、ニコラブで。去年の夏にスイカ割りしました。
去年の夏はあのあれですね、イコラブファンクラブで多分公開されたかなと思いますね。スイカ割り、そう、特典映像でやりました。みかんも好きです。そう、スイカ切りました。スイカ割り楽しかった。みんなひたみたましてそう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 、本当にね。トラッシュさん、猫パン、ありがとうございます。本当にぐるぐるバット、 目隠してぐるぐるバットは本当に目が回るんだなって思いました。やっぱなんか目が開いててぐるぐるバットをやるのと目が開いてないでぐるぐるバットをやるのは違うなってなりました。あ、水風船キャッチしました。懐かしい。青春サブリミナルの特典映像です。皆さん今回の特典映像見ましたか？今回はいろいろと目隠しでいろんなところに行きました。でも全部ね初めてのことばかりで楽しかったので、よかったらまだの方は見てみてください。いろいろあのゴーカートをしたりとか、あとなんだっけなんだっけ何でしたっけ、これなんて言うんだっけ、サバゲー、サバゲー、あ、めっちゃサバゲーってきちゃった。そう、サバゲー、サバゲー、サバゲーもしたし、あとなんだろうな、あと何したっけ、バンジージャンプをしたメンバーもいるし、あとなんだっけ、あともう一個しなかったでしたっけ、四つしましたよね。あ、風船のやつ、そうだ、クイズ、クイズ、メンバークイズ難しかったな。メンバークイズです。楽しかったです。楽しい一日になりました。キャンさん、キュンキュン、ありがとうございます。そう、難しかった。そうそうだ、しかも私のクイズ見ましたか、そのクイズの私のところ。キャタン、実際に免許取ったらすごいことになりそう。確かに、なんか私は逆にあのゴーカートで免許を取るのが怖くなりました。事故りそうって。あ、見たよって。そう、なんか私が好きな横浜のスポットみたいなのがあったんですけど、そう、ちょうどあの横浜の MV、 あの新生活部、横浜新生活部の撮影とすごく近くて、そう、その特典映像のクイズじゃなくて、あのその横浜の横浜新生活部の方からあの横浜の好きなスポットをベスト3を聞かれてるので、なるはやでお願いしますってあの連絡が来てすぐ答えたんですけど、それが特典映像だでした。とってもびっくりです。え？みたいな。クイズ出た瞬間、そうびっくりでした。あ、すぐ分かりましたか。そう、騙されました。そうなんですよ。
クイズをやるっていうのが言っちゃいけないから、すごい騙されましたね。おじいさん猫パンありがとうございます。答えすぐ分かりましたか。さすがです。そう、そう、時期的にね、びっくり。ゆめちゃん欲しい、ありがとうございます。答えは見てください、特典映像を。タイプ B でしたっけ。タイプ B は紫かな。タイプ B DVD エコラブ初体験チャレンジ、何をやるのか全部内緒でした。ぜひ見てください。あ、30分ありがとうございます、教えてくださって。収録した夜は疲れ、あーでもどうだろうな、でも楽しかったって感じだったかな。楽しかったって感じだった気がする。じゃあそろそろ終わって、インスタライブをやりたいと思います。ちょっとだけ、そして私はちょっと着替えるのでスカートをね、映るかと思うので、ちょっとスカートも、はい、履きつつやりたいと思います。インスタライブ、このあとインスタライブやるので、よかったらチェックしてください。45分より前にできると思うんですけど、45分ぐらいからします。じゃあとりあえずランキングを読みたいと思います。ランキング13位、ポールさん。12位人生じいちゃん。11位タケルンさん。10位テルンさん。9位サビアンさん。8位アカネコさん。7位ヨシボウさん。6位七色さん。5位トッシンさん。4位ヒロタンさん。3位トンボ玉さん。2位ソウギンさん。1位ヒロシさんです。ありがとうございます。ありがチョコチョコロネありがチョコロネ、ありがとうございます。2列目はリレンドさん、キャンさん、アリスちゃん、ヘイブンさん、オニーマンさん、ワッフさん、マコトさん、オンヌさん、ユマママママさん、ペンタさん、ファインゴールさん、ユキダンゴさん、ハセちゃん、デルファイさん、ユージさん、イマセンさん、トッちゃん、コトラちゃん、ターくん、タダシさん、オジジンさん、ケンケンパさんです。ありがとうございます。っていうか私ツイートしてなかったですね。配信が、この配信が終わったらすぐツイートするので、よかったらチェックしてください。10時にするとか言ってし忘れちゃってた。3936人の方が来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、たくさんのコメント、ありがとうございます。ありがチョコクロ、チョコクロじゃない、チョコロネ、ありがとうございます。ひろしさん、司会さん、お疲れ、ありがとうございます。ということで一旦終わって、一回ツイートをしてから、ツイートをしてインスタライブを始めようと思います。ちょっと早めに始めれるかなと思うんですけど、ツイート見てください。今回このお洋服で載せるのでよかったら見てください。まだ文考えてなかった。ぜひ見てください。よろしくお願いします。あ、その間に晩ご飯食べてくれ、早っ。超高速ですね。ではまたインスタライブで5月分月1を目指してるのでね、5月のインスタライブでお会いしましょう。この後やります。ということで一旦ありがとうございました。お話し会来てくださった皆さんもありがとうございました。この後インスタライブでお会いしましょう。ありがとうございました。感謝、バイバーイ。おやすみなさいの方はおやすみなさいですね。ありがとうございました。インスタライブで会いましょう。バイバイ。